どうも、イバーノです。2008年2月10日、今野清志郎は武道館の大ステージに立っていた。今年57歳になる日本のロックの王様は、最高の声、最高のパフォーマンスで1万3000人を超える大観衆を興奮の渦に巻き込んでいた。その武道館のステージの2年前、清志郎はアメリカナッシュビルでアルバム「ユネスケ」のレコーディングを行っていた。清志郎の最も尊敬するオーティス・レディング、そのオーティスの親友であり音楽的なパートナーでもあったスティーブ・クロッパーをプロデューサーに迎えたレコーディング。アルバム完成後には B.B. キングブルースクラブで日本人初となるライブを行い、地元の音楽ファンからも大喝采で迎えられた。2006年7月11日、レコーディングとライブを終えて帰国した2週間後、清志郎が癌に侵されているという衝撃の事実が伝えられた。ファンはもちろんのこと、多くのミュージシャンにも衝撃を与えることとなった。やはりガーンときましたね。手術をするとその場所だけじゃなくて周りも取らないといけないので、声帯も取らなくてはならないので、声は失われますというふうに言われたんですよ。それでもう体中から力が抜けまして、そんなアホなと思って、そうじゃ歌えねえじゃないか。僕が選択したのは、最初に抗がん剤である程度小さくして、それから放射線を当てましょうっていう方を選択したんです。だから抗がん剤はまあ2週間ぐらい入院してですね、それでまあ頭がツルツルになってですね。闘病生活が始まって4ヶ月後、ゆっくりながら回復への手応えを感じつつあった清志郎は、この日伝説的なソウルデュオサム&デイブの一人サム・ムーアのライブを見に出かけていた。その往年のヒット曲を堪能していた清志郎に思わぬハプニングが訪れる。
がん発覚後、初めて公の前に姿を現し、歌声を披露したのがこの時だった。いやー、まあ、今思えばすごくなんかあれによってこう勇気づけられたっていうかね、あれもやっぱり治療になったんじゃないかなと思いますね、うん、飛び入りさせてくれるバンド大募集のコメントを発表した清志郎のもとに、多くのミュージシャンからオファーが相次いだ。バッグを抱え表に出たのさ、気を引く女が誰かと歩いてくる、ウインクしたらおいらに微笑んだ、私の彼氏は石田修よ。荷物が重い。再び歌えることへの喜びをかみしめるように、次々にライブに参加していくことになる。シークレットで闘病生活後の飛び切りっていうのはめちゃくちゃ受けますよ。結構味を占めた、これやばいなと思って。2007年4月2日この日は清志郎にとって56回目の誕生日。くしくもブルースブラザースバンド来日公演が行われ、ナッシュビルでのレコーディング以来となるスティーブ・クロッパーとの再会を果たした。清志郎 M1 And today is his birthday。なんかシャウトするとわーとかシャウトするとうわーみたいな顔するんで、スティーブが弾きながらあーちょっと心配して心配してるみたい。ブルースブラザースバンドジャパンツアーの中日を利用して、スティーブ・クロッパーとルー・マリーニを花見に招待した清志郎。You know, when you hear like this style of music and the lyrics are Japanese, for Americans, I think it's, at first it sounds strange or different in a way, you know. But what I told Steve was like, Kiyoshiro is like, when you hear him sing, it doesn't matter that he's singing in Japanese and not in English, because he's really a soul singer. He's just the same as...And it's so cool. It's just like, it's great. I thought it was great. Yeah, he's a soul singer. You're great. ついに清志郎の武道館ライブが決定。2008年2月10日、今の清志郎完全復活祭。待ちわびたファンの気持ちを代弁するかのように、チケットは即日完売となった。2007年最後の日、この日は日本最大のロックイベント、カウントダウンジャパンに出演。
年が明けて2008年、ついに武道館へのリハーサルがスタートした。もう今は彼女はどこにもいない。朝早く目覚ましが。ちょっと武道館への不安というか、これでやりきれんのかなみたいな、あ、もうそれはずっとありました、当日まで。2月10日、ついに武道館ライブ当日を迎えた。はい、了解です。どっち？本番10分前です。はい、あと5分ぐらいしたらチューニングルームまで移動しますんで、はい、また迎えに行きます。おいしいですか？はい、頑張ります。すいません。決めてね。はい、行きましょう。どうも。はい、毎度どうも。よろしく。コンパスお願いします。はい。
Thank you. どうもありがとう。応援してくれた全ての奴らに感謝します。勇気を与えてくれたみんなにどうもありがとう。全て愛に包まれてるっていうステージで、キヨシローさんだけじゃなくてファンの人みんなが復活したんだなって思えた夜でした。おいらと組まないか、儲けよう。昔の曲だけやるわけじゃない、新しい曲もどんどん作っているっていう、その なんていうのかな、本物ってでもこういうことだなと思って、自分がなぜあんなに強く引き込まれて、それでずっと聴き続けてるのかっていうのが、この前のライブで本当によく分かりました。機材が下ろされ、今夜のショーのためのステージが組まれる。街中のガキどもにチケットがばらまかれた。どかどかうるさいロックロールバンドさ、I'm not